それでは7月上旬になりましたので、7月平日の東京ディズニーランドのパークを一周していきます。それではワッフルカンパニーの待ち時間見ていこうと思います。ワッフルを頼んでみました。マンゴーとバニラアイスクリームで750円で、こちらは季節なのでマンゴーが今ついていて、金額が750円でした。8月31日までお取り扱いなので、公式サイトのチェックをお願いします。美味しい、もう幸せ。季節のワッフルだから夏しか食べられないからね。ワッフルカンパニーの向かい側にある救護室近くのお手洗いが休止中に入っているので、これから来られる方こちらのお手洗い使えないのでご注意ください。カリブの海賊も5分待ちで案内中です。ゲストの方がスムーズに入っていってます。はい、行きます。の海賊の裏側のロイヤルストリートへ来ました。近くのお手洗いがシアターオーリンズの後ろ側にあるお手洗いになるので、もしこれから来られる方、ちょうどのお手洗い休止中に入っているので、こちらのお手洗いが近いのでご利用ください。シアターオーリンズのお隣にあるこちらのショップでパーティグラの新しいぬいぐるみバッジが7月1日に新販売しました。クラリスがこっちっぽい。このレインボードメニューチャーシュー、グルクルーズは20分待ちで案内中です。スイスファミリーツリーハウスも0分待ちでした。の時間でも照り焼きチキンレッグが1人ぐらいしか並んでないです。はい、それではアドベンチャーランドへ入っていきます。カレーのポップコーンワゴンも誰も列ができてなくて、キャストさんが笑顔で手を振っています。最近のランドは本当に落ち着いていて、平日に関してはポップコーンワゴン列が落ち着いていて、とても空いている印象です。買えるのはトイストーリーのポップコーンバケットです。ストリーベアシアターのお隣のウェスタンウェアで新商品がお取り扱いしているので、そちらをチェックしていこうと思います。これ確か最近販売した新商品ですね。キーチェーンとか手鏡のミラーとかありますね。ボールペンとかもあるんだ。この他にも T シャツとかもたくさんあります。ロングだね。え、このミッキーの T シャツかわいい。袖とかなんかついてるね。ウッディのも3980円、ちょっとするんだ。ここにしかない限定の T シャツとかもあるので、よかったらカントリーベアシアターのお隣にあるショップを着てみてください。
13時5分頃なんですけど、ハングリーベアシアターの待ち時間見ていきます。ベアシアターも3組4組しかどれも列が並んでいないです。キルを1時間ずらしただけでこれだけすくってことは、ちょっと今日入園者数少なそうな感じしますね。お取り扱いはハングリーベアカレー、ポークカツカレー、ローストベジタブルカレー、チキンカレーなど、まあ、カレーがメインですね。あとはお子様向けでリトルハングリーベアカレーとかもありますね。七夕のスーベニアなくなってるね。こちらは右と左順番にお伺いします。ストーリー4の今フォトロケーションがあるんですけど、ベンチが前よりかなり豪華になってます。7月12日公開なのでもう少しですね。ビッグサンダーマウンテンの待ち時間は40分待ち。ファストパスのお戻りが15時20分なので約2時間後ですね。13時で40分はもうでも5月、6月、7月ランドはずっと空いていますね。サンダーマウンテンの出口とウッドチャックの通路、ウッドチャックへ入る入り口の通路があるんですけど、いつもだったらここウッディとジェシーがフリグリしてるんですけど、ここにアイスクリームのワゴン持ってくるとは思わなかったです。ウッドチャックキッチンの待ち時間見ていきます。ウッドチャックキッチンも全然列できてないっすね。1組2組ぐらいしか列できてないので5分ぐらいですぐ買えそうです。取り扱いがおにぎりサンド、ワッフルサンド、スモークターキーレッグなんですけど、7月のドナルドのイベント始まったらメニューが変わってたりするので公式サイトのチェックをお願いします。この時期は本当に切り替わりが激しいので、フライドポテトだけ頼んでもいいね。ミッキーチュロスとかシェーブアイスもあります。メンチカツサンドセットもお取り扱い中です。蒸気船マーク2インゴが休止しているので相変わらず通路が狭いです。それではこのままクリッターカントリーへ行こうと思います。それではクリッターカントリーへ入っていきます。なんだこれは、看板みたいなのできてんじゃん。まあ、で僕これも食べたんですけど、まだ食レポ動画出してないですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。鶏そぼろも美味しかったし、あれがちょっとスパイシーなんだよね、辛さがあって。でいなり寿司だったり和食だよね。ついにサラおばちゃんうどん始めたみたいです。スプラッシュマウンテンは特に変わった様子はなさそうですね。鉄骨も下までこの前も来てたしね。これすごいよね、一個一個本当に組み立ててあって。絵の上まで積み重なってますね。先ほどクリッターカントリーからこう抜けてファンタジーランドへ入ってきたんですけど、見ての通りドリーミングアップも開始40分前で、座り身もガラガラで空いているところがちょこちょこ見かけられますね。前列をどうしても取りたいんだったら30分前とかでもこの時期の平日は余裕だったりしますね。それではホーンテッドマンションの待ち時間見ていこうと思います。ホーンテッドマンションは13分待ちでご案内中です。空いてるね。13分待ちなので少しアトラクションに入ってみようかなと思います。諸君は感じただろうか、矢が伸びているのか、それとも諸君の目を錯覚なのか、よく見るがいい。空飛ぶ旅は30分待ちでご案内中です。ピーターパンが30分って落ち着いていますね。ドリーミングアップのパレード前のパレード前で今空いてるかもしれないです。ドリミが始まりますね。基礎中なのか通路も歩きやすいですね。ミッキーいってらっしゃい。テレラのフェアリーテールホールは5分待ちで案内中です。途中だからかもしかしたら空いてるかもしれないですね。ているんだけど、その時のバンケットホールはいつも列できてたりするんですけど、お昼の時間ずれてたりもするので0分待ちでご案内中です。
すごいよね、この中。おー、ガラガラやん。ちょっともうお腹空いてるから食べていこうかな。スムーズに進めた。あ、コーンスープとかある。ハムのチーズ入りミストローネか。雨とか寒かったりした時ここいいね。シーザーサラダ高いな、700円。フランクステーキ、ここ僕フランクステーキよく食べますね。クリームケーキもいいね。ハートのストロベリーマイスとか、シグのおすすめデザートとかもある。僕なんだかんだでお昼食べてなかったので、ミッキーワッフル朝食と思ってるの でミッキーワッフルが朝食でお昼まだ食べてなかったので、今お昼食べていこうかなと思います。キャッスルカルーセルは10分待ちでご案内中です。モールワールドも10分待ちでゲストの方がスムーズに入っていってます。モールワールド前の通路も歩きやすいですね。いつもここってゲストの方が多いイメージなんだけど、でもいつもよりは空いてますね。ハニーハントも45分待ちでご案内中です。トゥーンタウンの奥方面来ました。ここもいつもの平日に比べたらゲストの方が少なめな印象です。ちなみにここのワンちゃんがいるんですよ。トゥーンタウンの奥のワンちゃんがいるところの書いてある看板のこの下のところ、ここに隠れミッキーがいたりします。2つあるんだけど、右側の方はただの丸なのでご注意ください。左側の101って書いてある番号のところに隠れミッキーがいます。こういうお店の外デコレーション結構好きですね。夏の衣装でそれぞれが遊んでいますね。ここもさ、トラッシュ缶2つ置いてあって明らかに乗るゲストが多いからか封鎖されてるよね。バリケードが置いてあります。15時前のグッドタイムカフェもそこまで列はできていないですね。5分から10分ぐらいで買えそうです。パーク一周でご紹介してるのに今日は簡単にしか言わないんですけど、シェーブアイスとかグミキャンディーとかあったり、今の時間帯おやつメニューもあったり、もう軽く食べたいなってことだったらワンコインで食べれたりするので、かなり重宝ができるレストランです。ミッキーの家も60分待ちで案内中です。空いてるね、ミッキー。そのゴーコースターも7月の22日まで休止中です。ちょっとここ入れしてるよね。すごい大幅な改修工事だよね。色塗りされてますね。少しズームしているので手ぶれが激しいかもしれないんですけど、美女と野獣のお城も着々と進んでいます。てっぺんはできてるけど、まだここの部分、てっぺんより下の部分はできてないっすね。もしかしたらもうそろそろ布で覆われるかもしれないね。2020年春ごろオープン予定です。ペイントプレイハウスは15分待ちでご案内中です。ではトゥモローランドへ入っていきます。ジャーコメット周辺、ここにソルト味のポップコーンワゴンとかがあったところの通路が通れなくなっていて、迂回って言えばいいの、こう一周する感じの通路ができています。感じですよね。
で、ここに抽選所があって、奥がスペースマウンテンって感じです。ちょうど抽選できるので、抽選所で抽選していこうと思います。ワンマンが見たい。4回目か、いけるかな。来い。ワンマンもダメでした。チンクマウンテンの待ち時間は40分待ち。ファストパスも15時ぐらいの時間帯で、19時から8時ぐらいのお戻りでありますね。歩きづらいスペースマウンテン、アストロブラスター、トレジャーコメットの間も、今日はそこまでゲストの方が詰めて詰めてぎゅうぎゅうになっているわけではなくて、間が空いているので空いている印象です。アストロブラスターもスペースマウンテンとあんまり変わんないね。9時30分か8時30分、そして45分待ちですね。全部人気アトラクションは60分以下ですね。マンズドリームが絶賛流れています。スターツアーズの前の通路も全然ゲストいないですね。そして昨日からなんですけど、ここ分かりますか皆さん。スターズインクが7月の2日から7月の18日まで休止中なので、人気アトラクションスプラッシュマウンテンとモンスターズインク2つやっていないのでご注意ください。人気アトラクションが2つ止まっていて60分以下の待ち時間ですね。そりゃあすくよね。スターズインクやってないからか、ここもガラガラですね。海賊15、ジャングルクルーズも30、ビッグサンダー90、でもフェアリーテールホール30。これお大まかに書いているから多分全部60分以下だと思うんだよね。ブラスタースペース、ファストパスが終わってるのがハニーハントだけだよね。ビッグサンダーも残ってるし、スペースアストロブラスターも残ってて、今回はモンスターズインクもやってないから、今日パーク見た感じだと混雑度は1かな。やっぱりこう見るとスペースマウンテンと空飛ぶダンボが同じ互角で並ぶんだもんね。あとはピーターパン、空の旅とか。ミニアーケードでスーベニアのメダルを見ていこうと思います。夏になったのでスーベニアのメダル変わってます。マンスリーメダルがボーピークに変わっています。七夕期間もあと少しだから出し忘れてる方お見逃しのないように。そしてまだハッピーバースデートゥーミーのドナルドのメダルもあるんだ。200円でできるガチャガチャもあります。多分これステッカーっぽいね。ミッキーシェイプステッカー。では七夕グッズの在庫状況を見ていきます。手拭いとかミニタオルとかしかないね。トートバッグとクッションぐらい、センスとかメモ帳とか缶バッジ、ポストカードとかはありますね。他のは在庫ないからこういう夏祭りっぽいものを買うっていうのもありだよね。ぬいぐるみバッジは全種類ありますね。ミッキーワッフルやミッキーシェイプのハンバーガーのぬいぐるみバッジが新しく新販売してます。値段とかは公式サイトアプリでチップをお願いします。ポクパオは買ったんだけどさ、こっちも欲しくなっちゃうね。ハンバーガーの方に。ハンタイムウィズトイストーリーのグッズの在庫状況を見ていきます。ボールペンとか筆箱とかマグカップ、比較的揃ってるね。フェイスタオルにバスタオルに巾着にクッションとか、ぬいぐるみバッジがちょっと減ってきてるな。スマホケースとかあったりするけど、サークルタオルが今ない感じですね。品切れっぽい。 T シャツ、リュックサック、トートバッグとかソックスとかはありますね。リップクリームとかもある。サークルタオルが品切れ再販日未定状態っぽいですね。
で、グランドエンポーリアムでも7月1日販売のパーティグラのガールズのぬいぐるみバッジ販売中です。シンデレラ城前の花壇も夏仕様だ。いよいよ夏イベまであと1週間切っています。もうあと1週間したらホットジャングルサマーが始まるってちょっとドキドキですね。とても楽しみです。で、東京ディズニーランドのパークを一周してきました。ガラガラっすね、まあ、モンスターズインクやってないからさらにすくのかなと思ったけど、45分待ちでしたね。もう最後のあの待ち時間ボードのビッグサンダー90って書いてあるけど、大まかになってると思うから、俺の予想60分だと予想してます。とかアストロブラスターがシステム調整とか入ったりするって乗れなかったりするって思うと、もし僕がワンデーで来るんだったらちょっと考えるね。これだったら、まあ、年間パスポートだったら全然今日みたいにパーク一周とかフラッてするとか、このアトラクション乗ろう、ここのキャラクターグリーティングだけ行こうっていうのだったら全然いいと思うんだけど、ワンデーからすれば夏休みとか7月9の初日から来た方がいいよね。ただ初日に来たとして夏イベ目的だったらいいけど、それでもアトラクション楽しみたいんだったら18以降の方が僕はいいんじゃないのかなって思います。本当に今パーティグラのグッズとかいろいろ新グッズとか出てんだけど、ハローニューヨーク のグッズをいい加減再販しないのかがちょっと気になりますね。パーティグラの新作は出てても、その今出てるパーティグラの前出てたミッキーとかドナルドとかのぬいぐるみバッジはもう売らないのかな。今再販してもレギュラーショーだから需要あると思うんだけどなとも思ったりします。最後の七夕の東京ディズニーランドのパーク一周なので、次は夏イベ入ってからランドのパーク一周したりとか、時期によって混雑状況で変わってくるので、次は夏イベで東京ディズニーランドのパーク一周できればなと思っております。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。